時が流れていくこと自体にこう否定的なことではなくて、まあ、だからこそ美しいのであるっていう、まあ、もう本当になんで花取るんですかってずっと聞かれ続けてるんですけど、実はあんまりうまく答えれたことがなくて、まあ、もう取りたいから取るのですって言うとすごくあのバカっぽく聞こえるんですけど、どうしてもそれしか答えがないというぐらい取らないわけにはいかないんですよねっていう感じが一番近くて、花と私みたいな感じになるので、撮ってる時の集中具合とかは多分ものすごい集中してるんだと思うんですけど、調子いいとあんまり周りの音とか入ってこなくなるんで、写真ってやっぱり撮らせてもらうものでしかなくて、あるものしか写らないので、花だった花があるから写るし、その花に対してこう感動してるからその感動してる気持ちが写るし、なんかゼロから作る職業じゃないと思っていて、やっぱりあるものを撮らせてもらってるから成立してるところがあるので、もう撮らずにはいられない、もうちょっと原始的な衝動みたいなとこがあのスタート地点になってることが多くてですね、今年はこう珍しく春の時期にあの映像の作品が入ってなかったので思う存分花が撮れたんですけれども、撮ってでそれがこう出来上がった時に、あ、私が捕まえたかったことってこういったことだったんだとか、なんでそんなに撮りたかったかっていうと、こういうことを表現したかったからなのかっていうのが後付けで割と出てくる感じで、基本的には誰かに見せたいとか、この時を止めたいって思う素敵なことに対してシャッターを押してくると思うんですよね、ベースとしては。それってすごく良くて、なんか素敵なことないかなとか、何かいい面白いことないかなっていう目で世界と対峙するわけですよ、カメラを持つと。何なんでしょうね、感覚としか言いようがないけど、でも一つ言えるのは、本当にこう気持ちが動いて撮ってたかみたいな、こうグラフィック的な処理だけで蜷川美香っぽくなってないかみたいなのっていうのは当たり前ですけどすごく重要視するか、そこに魂が入ってるかみたいな、テーマ的なことがあったりとか、これを捕まえようとしいうことがあって、いつものモチーフだったり風景に出会うのってまた面白くて、違う角度から強制的に入ったりするので広がるんですよね。だから私お仕事をするのが好きで、映画のなんかだともうこれを表現したいっていう、まあ、言葉が先にあったり、まあ、もちろん本が先にあってやりたいことがあって、じゃあそれを表現するにはこうだねっていう順番が割と全然違って、その物事に対する距離感がある種遠くなるんですけど、司令官的な全てが言語を介して表現につながっていくんで、こうちょっと違う角度をいただくじゃないですか。例えばこれこの商品美味しそうにとか、あのこういうテーマがあるんでこういうふうにこの風景を切り取ってくださいみたいなことが来た時に、自分だと思いつかない角度に無理やりこう連れてかれるんで、そこでこうなんか得るものって結構多くて、私は割とコマーシャルな仕事するのも好きで、それとこう自分の作家的な活動との両輪があるんで、あと映画とかがその中間ぐらいかな、なんかそこをこう行き来しながらやってるのが多分特徴のかなと思います。私すごい人間視覚って色味を抑えたつもりで撮ってていや今回はちょっとだいぶ地味かもしれないわとか散々みんなに言ってたんですけど、その直前にこうダイナーって映画を撮ってて、人間資格撮って、その後フォロワーズっていうドラマを撮ってて、その3つがすごい同時進行で進んでたので、人間資格はちょっと私本当日本映画みたいにやりますとか言ってたんですけど、結果蓋を開けてみるとそうでもなくて、なんかそんなにこう色味をどうこうしようっていうふうにはしてなかったけど、結果的には普通に真面目にやっててもああいうふうになるっていうことですかね。色彩は実は母の影響がすごく大きくて、母親がキルト作家なんですけれども、蜷川ひろ子で検索していただくともうあこっちかってすごい分かる。なんで母の色は母の影響だと思います。カメラ一眼レフ買ってから8年間ぐらいモノクロだけ撮ってたんですよね。なんか明暗で物を見るの慣れていて、光と影で物を見るのがたやすいんですよね。適正な露出って何なんだろうって話なんですけど、その時自分が受けた印象に近いものが適正な露出だと思っていて、そうやって考えるとすごく光にあふれてるシリーズもあるし、やっぱり全てのスタートは光ですからね。写真ももちろんそうですし、なんかこうあえてその時代の空気感を取りに行くみたいなことはあまりしないですけど、割とそういう
流れが早いところに身を置いて普段からそこには敏感でいると思うので、でも例えばですね、私毎年桜を撮ってるんですけど、桜自体には時代性はないじゃないですか。基本的には毎年同じ場所で同じように咲いて、時期が早いか遅いかがあって、でもやっぱり去年の桜と今年の桜と同じ場所で撮っていてもまるで違っていて、それはある種こう自分の心情みたいなものがすごく映り込んで、それがこう私を通して時代を時代の空気が入ってきてるっていうのはあるかもしれない。特にここ 2,3 年ってものすごく激動してるから、あんまりこう言葉で何かをどこかに置いていくの好きじゃなくて、やっぱり作品作ってるので基本的には作品で表現していくべきかなとずっと思ってきていて、こう何か新しいことしたいとか革命を起こしたいみたいなことって全然実はなくて、でもやってはいけないことっていうのはないんじゃないかって、その人に迷惑かからない限り、実はこれを新しいことをやりたいっていうのよりも何でもこうチャレンジしたいみたいな、そしてこう自分の中で私はここまでだとか、これは私らしいとか私らしくないとかを持たないようにしていて、やれそうなこう可能性がありそうなことをまずやってみたらどうなるかっていうスタート地点に立つっていう風にしてきたら、どん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 こう広がっていくのを感じた40代だったんですね。まあ、でも私はできるのはこれしかないんで、作り続けるしかないし、この状況下で作るにはどうしたらいいかなとか、こういう時だからこそできる発表の仕方はないかなとか、なんか割とこう大変な時に今だからできることみたいなのを考えるのが好きで、状況が悪いからそこにこうフォーカスするんじゃなくて、じゃあ今だったらこれだったら面白いんじゃないとか、今できることなんだろう、きっとどっかになんかあるはずだよねとか、今だからみんなが見たいのきっとあるねとかっていう風に、なるべくこうプラスに考えながらやってます。